タコ町の美味しいですね、はい、給食、はい、もちろんタコ米使ってます。おお、タコ町の野菜をふんだん使ってます。クロマックス。はい、どうもクロマックスです。ということで、なんかお堅そうなところで僕撮影始めてるんですけれども、あれですよ、悪いことして呼び出されてるとかじゃないんで、ご安心くださいということで、今回はクロマックスベースのある千葉県香取郡タコ町、こちらのね、お役所にお邪魔させていただいております。っていうのもですね、去年のね、年末に千葉県香取郡多古町というところに、クロワークスベースっていう場所を構えさせていただいてですね、間もなく1年が経つというような状況でございますね。ベースができてからいろんなことありました。バタバタとねしている間に、あっという間に1年が過ぎてしまおうとしているんですが、まあ、その間にね、オートパーラーっていうことでクロワークスベースのオートパーラー部分が出来上がったり、それによってね、いろんな人がクロワークスベースに足を運んでいただけるようになったりとかですね、本当にいろんなことがある中で、僕ふと思ったんですよ。僕ね、自宅のね、埼玉県と多古町を行ったり来たりいつもさせていただいてはいるんですけれども、僕自身がね、多古町のことをよく分かってないっていうか、多古町のことでも知らないことまだまだたくさんあるなーっていう風に感じたんですよ。で、そんな中で佐藤さんとスーさんとあやさん、多古町に移住っていう形で実際にこっちの方に引っ越してきて、いろいろ仕事をしていただいてる中で、これからね、クロワークスベースっていうところをね、使わせていただいた上で、クロワークスをどんどん盛り上げていこうっていうふうに思った時に、もっとね、僕自身がタコ町っていうところをね、深く深く知っていく必要があるなというふうに思いました。で、実際にここ最近ね、タコ町のいいとこないかなっていうんで、こっち来た時にね、ぐるぐるっと車で走ってたりもして、気になるところとかね、こういいなって思うところたくさん出てきました。今回はそれを皆様にお届けしたいというふうに思います。ほんとね、今日の情報はむちゃくちゃ盛りだくさんになるから、そこのね、僕がいろいろ思ったところとか感じたところとか、ここいいなって思ったところを実際にね、タコ町の役場でございます、多古町の役場の方にお話を伺った上で、多古町の魅力を皆様にお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、実際にね、いろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、ということで来ていただきました。本当にわざわざ動画に出ていただいて申し訳ございません。そしてありがとうございますということでですね、こちらの方、多古町の地方創生課の、木内課長でございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。ということで、いろいろお話を伺わせていただきたいなっていうところなんですが、僕自身がね、多古町のことをよく分かってないところもまだまだいっぱいあるんだろうなと。そうですか。なので、ちょっといろいろ教えてもらいたいということで、はい、お話を聞かせていただこうと思います。はい、ということで、そもそもなんですけれども、はい、多古町っていうところ、千葉県の香取郡多古町ですよね。僕がもう1年も関わらせていただいて大変恐縮なんですが、はい、多古町ってどういうところっていうところをちょっとご紹介いただければと思います。はい、それでは多古町の紹介ということですね。多古町、千葉県のですね、多古町という町はですね、人口が、1万4000人余りのですね、まあ、小さな町でございます。で、場所といたしましては成田空港ですね、成田国際空港のすぐ東側に位置するんですね、はい、そうですね、構えさせていただいているクロワークスペースも、第2ターミナルまで、はい、約車で15分の立地条件があるので、本当にね、空港にもう一部空港って入ってるんですか。はい、そうですね、もうこれ一部空港にこれから入るよ、入るよね、はい、はい、ということで、成田国際空港に面した町でございます。成田空港に近いということで、はい、実は多古町あまり都心の方にもですね、知られていないところにありまして、はい、タコどこにあるのなんて、タコどこここなんて言ってね、そうですね、そのキャッチフレーズ聞いたことあります、はい、そのキャッチフレーズ今タコ町で、タコどこここということで、はい、タコ町は、成田空港のすぐ東側、はい、はい、で町としてはどういう特徴があるかというと、成田空港のすぐ近くにありながらですね、はい、実は農業が盛んでして、はい、有名なのはお米、お米、クロワークスの方でも作らせていただきました、はい、タコ米でございます、はい、はい、なんといっても美味しいタコ米ですね、はい、これ食味日本一もらったことありますし、はいはいはい、あるいは皇室、建国米を選ぶとは、はいはい、有名なお米、はい、またですね、あとは大和芋ですね。そう、結構知らない人も多いと思うんですけど、タコ町の大和芋むちゃくちゃうまいんですよ。大和芋美味しいですよね。そうですね、視聴者さんの中でも結構大和芋、タコ町の大和芋ファンの方が結構多くて、ぜひ、ね、はい、一度皆さんに食べていただきたい。むちゃくちゃうまいですよ、はい、そういうことでですね、はい、大和芋
お米と、はい、まあ、あとはねさつまいもが良かったりとか、はい、あのほうれん草が良かったりとか、そういうねあの農作物が、はい、たくさんあるんですけど、はい、あの自然豊かな町でございます、はいはい、でやはりですね、あの人口少ない町ということで、はい、住んでる方々もですね、はい、程よい距離感で皆さん接してますので、今でですね、はい、ソーシャルディスタンスが保たれたので、本当に非常にコロナにも強いんですね、はいはい、町ということで、はい、あののどかな町なのでね、ぜひあの、はい、皆さんにですね一度訪れていただければ。いや本当に程よい距離感っていうところに関しては本当に最近ここに来させていただいて思いますよね。地域の方たちものすごく温かいんですよ。やっぱりクロマックスベースっていうところを構えさせていただいて、一般の方も来やすいような形でオートパーラーっていうところがオープンしたじゃないですか。その中でやっぱタコに住んでるうちのクロマックスっていう動画を見ていただいた視聴者さんが足を運んでいただいて、うどんそば食べていただいて、タコ町に住んでて応援してるからねっていう温かい言葉いっぱいいただけるんですよ。成田国際空港に近いで、都心まではもう車で1時間ぐらいで行けてしまう距離じゃないですか。でその距離にありながらも地方の方にあるような人の温かみっていうところがすごく感じられる場所だったりもするんですよね。でその上で俺すげえなと今回ちょっとリサーチしたんですよ。すげえなって思ったのが、新しい方々、移住されてくる方々が入ってきやすいような場所っていうところがしっかり確保されてるなっていうのも感じたんですよ。ここね結構ポイントですよ。タコ町に実際にじゃあ拠点を構えさせていただこうって去年の年末から探してタコ町の中いろいろ走り回らせていただいた中で、その時にすでに思ったのが、あ結構スーパーあるなとか、24時間やってるドラッグストアがあるとか、コンビニも多い。なんで実際に生活する人たちも、まあ、車はどうしても必須になるかなとかありますけど、車さえあれば生活に困るようなところは少ないかなっていうところを感じたんですよ。で実際にこれ今役場ですけど、役場から少し山上がってたところにタコ台ってありますよ、はいはい、そのタコ台っていうところに関してはすごくね、あお子さんに優しい街だなっていうふうに感じたんですよ、はい、実際に小学校がすぐ近くにあって香取警察署の幹部交番もありますよね。で子供園があって、でスーパーがあって、新興住宅地みたいな形で整備されてる部分あるじゃないですか、はい、何かそのタコ町の方でお子様とか子育てとかその世代の方たちに何かプラスになるような、そうです、ね、何か活動とかされてたりするんですか、はい、今タコ町ではですね、はい、やはり人口減少とか、はいはい、そういうあの少子高齢化に取り組むためにですね、はい、タコ町子育て支援策をですね、はい、重点施策ということで掲げまして取り組んでいます。実際にどのようなタコ町で子育てする上で、はい、どんなことがプラスになったりするんですか。そうですね、まずですね、はい、タコ町 の, 子育て支援という、はい、支援の方から紹介させていただきますと、はい、タコ町では、子育てに優しい3つのゼロというのを掲げて、3つのゼロ、はい、で何かというと、まず1つ目が子ども園、学童保育、こちらがですね待機児童がゼロでございます。で言ってもらえれば入るというくらい大きなキャパシティを持っているということ、まずこれ1つ目のゼロで、2つ目がですね小中学生の給食費、はい、こちらがゼロです、無償ということ。給食が全部タダだってことですか。はい、やはりはね子供たちにですね、はい、タコ町の美味しいですね、はい、給食、はい、もちろんタコ米使ってます。おお、タコ町の野菜をふんだん使ってます、はいはいはい、そういったものをですね食べていただいて、すげー、子供たちも元気に、育っていただきます。すげえ、給食にタコ米ですよ、はい、給食にタコ米、贅沢極まりない。だからそれがもう給食費、小学校中学校、小学校中学校ですねがもう完全に給食費タダ、すげえ、はい、でそれが2つ目だ、ゼロ、はい、はい、それと3つ目なんですけど、3つ目はですね、はい、高校生まで医療費が完全に無償です、ゼロです。あれ医療費って確か今全国的に変わって中学生までとかは無料に変わりましたよね、はい、それが、タコ町だと高校生まで、高校生、あ高校生まで、高校生1歳 の、はい、負担がございます。おおすげえ、それもすごいっすね。これが子育てに優しい3つのゼロというですね、はいはい、一番基本の施策 で、はい、でまたその他にも、ね、はい、ね、まだあるんですまだあるんですよ、はい、まだまだ第1子、まあ、1人目のお子さんですね、1人目のお子さん、あと第2子、はい、2人目のお子さん、はい、生まれた時には出産のお祝い金が、10万円です。それは、出産一時金とまた別にしてと、出産 の、 町から独自にお祝い金が出るんですね、お祝い金が10万円、はい、さらに、さらに、はい、さらに、はい、ここからです、はい、第3子以降、はい、3人目の子さん、4子、5子、はい、なんと、はい、出産から中学卒業まで、はい、それぞれの節目節目にですね、はい、祝い金なりにですね、はい、交付しまして、はい、総額100万円
そこはもう完全にじゃもうお子さんがタコ町で、はい、それこそ給食費タダで、はい、医療費無料で、はい、すくすくと育っていく中で3子目第3子目3人目のお子さん以降は、総額100万円中学卒業までの間にお祝い金がどんどん出てくる。これって他でやってる市町村ってあります？多分ですね、ところどころやられてる市町村はあるかと思うんですけど、はいはい、これだけ揃ってるのは、そうですよね。おそらくは、はい、我が町、タコ町。すごい、ここどこタコですね。ここどこタコということで、ぜひ。そういうところですよね。家庭なかなかね持たれない方だったり、都心の方で家庭持たれててもそれこそちゃんとそのままの核家族で、はい、お子さんが増えてしまうと、なかなか経済的に苦しいよっていう方たちもいる中で、このタコ町に移住してくるような状況があれば、子育てする上での支援っていうところがものすごく充実してるっていうのは、やっぱり家庭を持ちやすいなっていうのも僕自身思うんですね。そうですね。お子さん育てる上で、しかもこんだけ自然がいっぱいあるわけじゃないですか、はい、そう思うんですよ。僕自身が住んでた地域っていうところはまだ僕が小さい頃はザリガニ釣りができたり、はい、凍った氷の上歩いてズボッてはまっちゃったりとか、いろいろその自然の経験ができる地域ではあったんですけど、もう僕が小学生ぐらいの時からもう約20年以上経ってっていう形で僕の地元とか育った環境を見ると、はい、やっぱり都会でゴミゴミしていて遊べる環境、自然いっぱいのところで、ね、走り回れる環境ってほとんど今なくなってきてるなっていう中で、はい、タコ町って結構ありますもんね。そうですね、やっぱりタコ町自然豊かであって、はいま、はい、だにですね、子どもたちが、山で虫取りをするとか、うん、あるいは、田んぼでザリガニ取りをするとかですね、うんそういうところも残されていますので、本当にそういうとこいっぱい残ってますもんね、はいはい、で今ですね、はいやはり、まあ、車奥さんもそうですけどね、はい都心に必ずしもですね、うん、縛られずにですね、うん、お仕事される方、うん、テレワークで、はいはい、あるいはそういうことですね、リモートワークですね、はいはいはい、そういうお仕事が可能な方、うん、ぜひですね、タコ町ですね、はい、東京に行きたければですね、はい、高速バスで約1時間。いや、そうなんですよ。さっきね、お話しさせていただいたタコ台のところに、あれ JR さんだけですかね、あそこはね、JR と、はい、高速バスは千葉交通と JR との高速バスの発着ターミナルが住宅街の真隣にあるんですよ。住宅街の真隣に大型スーパーと子ども園と小学校と幹部交番があって、でそこにバスターミナルも存在してるんですよ。あそこでパッケージングされた環境、ご自宅でまあお仕事ができる方で、たまにね都心の方にお仕事で出なきゃいけないっていう方に関しても何ら困ることなく、そうですね、はい、ご自分でお車持たれてればお車でそのまま都心に出ることも可能だし、そういう方です。それこそ成田空港まで行ってしまえば、そこから都心から成田空港にアクセスする電車ってあるじゃないですか。それ活用してもらうとそのまま行けるし、それも高速バス乗っても行けるし、これすげえ利便性いいなってことはすごく感じましたよね。そういった形で子育てに関してもしっかり応援する体制がタコ町整ってますよってお話だったんですが、はい、実際にここすごいなって思ったところが僕もいくつかあったんですよ、はいはい、例えばタコ町の中にある日本寺さん、日本寺さんに関してはお寺さんの中でもかなり環境が整備されてるかな、アジサイ遊歩道みたいなところもありましたよね、はい、そうですね、日本寺はですね、はい、たくまに日本寺、まあ、どんなお寺かというと、はい、日蓮宗のお寺なんですけどね、はいはい、元のですね、はい、学坊といいまして、はい、日蓮宗の学校だった、はい、要は中村壇林というんですけどね、はいはい、壇林という、まあ、学校ですね、あそこでお坊さんがいろいろですね、はい、お寺のこととかそういうことを学んだというような、ところなんですよ。でそこを、はい、今ですね、ボランティアの方々が中心となってですね、はいはいはい、世界各国の、はい、各種のすごい種類のアジサイを植えてまして、はい、いやそうなんですよ、はい、別名が、まあ、今アジサイ寺というとでも通称取ってるくらいですね、はい、そうですね、その僕が見に行った見に行かせていただいた時アジサイの時期ではなかったんですけど、その寄贈されたんですかね、アジサイの木のたもとのところに、それぞれ寄贈された方のお名前でよかったんですか ね、 そうですね、っていうような形でいろんなアジサイを眺めながら歩いていけるような遊歩道があったり、お寺までの道ですよ、両側に杉の木がバーッと立っていて木漏れ日がこう差しているようなところを歩いていけるっていうようなあの雰囲気はなかなかね都心ではないかなっていうところですよね。いわゆるですね、はい、有名な大きな、はい観光地にあるお寺さんと、はい、またちょっと違ったですね、そうですね、まあ、田舎ならではのひなびたですね、はい、すごくこう
昔ながらの趣がある。そうですそうです、お寺だと。いやすごくあそこはなんか心洗われる気がしたんですよ、はい、もう僕もねバタバタしてる中で必要な映像を撮らなきゃみたいな感じでパッて行ったんですけど、そこ行ったらスーッて気持ちが落ち着いて、はい、あーって言いながらこうカメラをねこう木漏れ日が差してくるこう木々の方に向けたりとか、そういうのがね感じられるような場所も実際に多古町にあったりします。あとですねもう一個ここいいなっていうふうに思ったのが旧の更新小学校、あそこって結構こうあれですか、ドラマのロケ地とかになったりする場所でもあるんですか。そうですね、多古町ですね、旧の更新小学校、はい、昔のですね、木造校舎がですね、はい、そのまま残されてる、まあ、小さな学校なんですけど、いやー、むちゃくちゃ雰囲気いいですよね、はい、で、なかなか木造校舎っていうのはですね、希少でして、もうだいぶ古いので傷みもあるんですけども、うん、いろいろな、ね、撮影などに使われておりまして、はいはいはい、かつてだとですね、NHK の梅ちゃん先生、はいはい、あとはですね、映画ですね、永遠のゼロ、そういったのですね、多分映画のロケ地として使われたりもする、むちゃくちゃ雰囲気いい場所、で、高台にあるじゃないですか、はい、高台にあるので、校庭の方から下を覗くと、わーっと広がった田んぼの風景、そうですね、田園風景が覗けるっていうようなことで、はい、ここ、むちゃくちゃロケーションいいなっていうのをね、改めて感じさせていただきました。はい、でそこですよ、その更新小学校なんですけど、さっきお話ししてる時に初めて教えていただいたんですけど、その更新小学校の裏手側に実は最近古民家を再生したカフェが出来上がってるっていうのを話しますよね。そうなんですよ、それさっき伺ったんですよ、話してて、つい先週先週オープンしましたということで、先週オープンということで、とても素敵なですね、はい、古民家をですね、はい、再生して、はい、古民家レストランですね、その裏手側にタコアンさんっていうカフェが出来たっていう話なんで、そのセットでね、多古町に訪れていただいた方がそのままセットで更新小学校を眺めていただくっていうのはものすごくいいコースになるかなというふうに思ってます。僕もねまだまだ今多古の魅力を探し出そうっていうところでいろいろ動き回らせていただいている中でいろんないいとこいっぱいあるんですよ。いろんないいとこがいっぱいあるんでしっかりと皆様に一つ一つ動画で紹介していけるようにしたいなと思ってますという形で古民家カフェができてるっていうところだったんですが、クロワークスベースじゃないですけれども実際に多古町の方で、古民家を再生するとか古民家を活用したりとか、そういうような形でいろいろ活動されてる方たちが結構いっぱいいらっしゃるっていう感じですね。もうこれで紹介する以外にもなんかいろいろ活動してる方の話聞くんですよ。農業をこういうふうにやってる方がいらっしゃいますとか、そういうところを伺うとね、もうそういう人たちとどんどんコラボしていきたいなとか思ってますんで、今後もしそういうところで取材をさせていただけるような状況がありましたら、はい、ぜひともご協力をお願いします、はい、まだまだですね、古民家ですね、はい、一棟貸しの古民家、はい、宿泊施設、はい、これからどんどんできていく予定だと一棟貸しの古民家がどんどんできていく予定すげえことでですね、今ですね、多古町にですね、はい、古民家再生にはですね、町だけではなくそれは地域と、はい、そういった古民家の方々、うん、一体となってですね、町全体で、はいはい、今取り組んでいるところでございます。で何よりも僕がここいいな、はい、気持ちいいなって思ったのが、栗山川の土手です。ここ数日そのタコのいいところどっかないかなとか、皆様にご紹介したいと思うところどこかなって言って車でぐるぐる走り回ってると、栗山川の土手が芝でバーッと綺麗に整備されてるじゃないですか、いや本当そこすごいんですよ。で道の駅ともつながってるっていうところで、これはねちょっと皆様にお届けしたいと思うんで、もう事前にね実はね樋口課長にアジサイ公園を少し案内してもらえるようにお話ししてあります、はい、なんでね少しだけアジサイ公園の方に行かせていただいて、はい、ご案内していただくことって可能ですか。大丈夫ですよ。ということで、はい、ということでこれからですねアジサイ公園の方に実際に足を運んでみたいと思います。はい、ということで樋口課長にお付き合いいただきまして、こちらアジサイ公園までやってまいりました。これね、むちゃくちゃ良くないですか、この景色。これね、この反対側も含めてなんですけど、この栗山川の河川敷、しっかり管理されていて、この芝ですよ、芝。でね、そこの斜面で寝転んでる方たちもいっぱいいるんですけども、これ、奥の方に見えるのステージですよね。そうですね、あれ、レインボーステージというですね、はい、街でもですね、もうシンボル的なステージで、はい、イベントの時はそこのですね、課題設定というイベントをやったりするんですけれども、あそこでそれこそ歌歌われたりする方たちもいるよって話を伺ったりもしたんで、そうですね、6月にはですね、はい、今年はちょっとコロナでですね、はい、中止になってしまったんですが、ふるさと多古町のアジサイ祭り、はい、祭りになるときで、はい、あそこがメインのステージということで、イベントメインステージになるわけですね、はい、
で実際にこれ昼間の昼下がりとか来させていただくと昼寝されてる方がいたり、今もいっぱいいらっしゃいますけど、結構お散歩されてる方も多いですよね。そうですね、やはりですね、こういう環境で、はい、広々としたですね、はい、河川敷ということで、うん、散歩してる方、あるいはジョギングされてる方、うん、そういう方がたくさん訪れてますね。はい、本当見晴らしいいんですよね。はい、むちゃくちゃもう視界がバーッと広がった状態でこの全体をね眺めていただけるような場所だったりもするんですけれども、これ駐車場この裏にあるんですけど、いつも満杯なんですよ。今日も結構いっぱいだったんですもんね。平日でも結構駐車場がいっぱいになるぐらいいろんな人たちが訪れて、でまたねこの向かい側にこの後ろ側なんですけど道の駅存在するんですよ。で道の駅タコのところにはレストランがあったりね、カフェスペースっていうか、その栗山川を眺めながら、コーヒーを飲めるようなカフェスペースみたいなところもあったり、道の駅タコで購入したものをそのまま食べられるようなスペースだったり、結構ねここはタコの中でも結構開けてて景色も良くて、人が賑わってる場所なのかなっていう感じがしますよね。はい、そういうような形で、のどかな昼下がりを堪能できる場所だと思いますんで、ここもねおすすめだったりします。いやここはねちょっと時間ができたらフラッと立ち寄って、それこそ、道の駅タコでお弁当を買って、お弁当を食べてそこの河川敷で昼寝をするとやりたいなこれ。最高ですね。むちゃくちゃ気持ちいいですよね。気持ちいいでこんな素晴らしい場所でですよ、おそらくこの動画の公開日っていうところが12月の半ばぐらいになってくるかなっていうところなんですが、このアジサイ公園の駐車場の一部をお借りしてイベントをさせていただくっていう形になっております。おそらくですねこの動画が公開される頃にはイベントの告知動画が先に出てきて、この動画が後に公開っていう形にはなると思うんですけども、実はですねこのアジサイ公園のそこの駐車場ですねの部分をお借りしてですね、プロワークスのアクティブキャンパスをさせていただくっていうのをお話にもなっておりますんで、そういった形でですね、タコ町の方々にご協力をいただきまして、そこの駐車場でイベントを打てるようになりました。これもですね本当にご協力ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、お米は刈り取りが終わっちゃった後ですけど、まだしっかりうなる前だったりもするので、緑がバーッと一面に広がってるような状況で、そうですね、うなってないのまだね、はい、緑が残ってますね。こういうような景色だったりとか、はい、これに関しては春先には桜が綺麗だし、稲が実る頃に関しては緑の絨毯を楽しむことができるし、年間通してね運動とか交流とかそういうことがねできるような施設っていう形で出来上がってるという感じでございます。そう最近思うんですよ、その観光地って言ったらここってあるじゃないですか。これ引き合いに立つわけじゃないんですけど、例えで言うんだったら箱根とか、はい、京都とか、はい、奈良とか、そういうようなところの有名な観光地っていうところじゃなくても、意外と、まあ、関東圏住んでる人であればちょっと足を伸ばしてもらえれば、有名な観光地に行くっていうよりもその土地土地を楽しむっていう形での旅のスタイル、そういうのをタコ町でも感じてもらえたら面白いななんていうふうに思いました。でね、僕たちクロワークスベースっていうところに関してもタコ町に腰を下ろさせていただいてるんで、地方の方がね、クロワークス、僕自身とかねクロワークスのメンバーとか、クロワークスベースっていうのが目的で来ていただいた方も、どうせだったらそのタコ町のいろんなところを巡っていただいて良さを感じて帰っていただくような環境を作っていきたいなと思いますんで、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はがっつりタコ町役場の方にお力添えご協力をいただいて映像を撮影させていただきましたが、いかがだったでしょうか。いやね、僕自身がね、クロワークスベース、タコ町に腰を据えさせていただいて間もなく1年という中でね、僕自身がタコ町をもっと知りたいっていうことでお話をさせていただいた中でね、ここまで快く、ましてやね役場の屋上まで本来立ち入り禁止の場所ですからね、で撮影させていただいたり、景色のいい場所なんかも紹介していただいたり、実際ねいろいろ見させていただいたり、お話を聞かせていただいて、僕自身がよりねタコ町っていうところを知らせていただくきっかけをいただきました。タコ町役場の皆様本当にありがとうございます。こんな感じでねもう実際にお伝えしましたから、タコ町の魅力を伝えていく動画、美味しい飲食店さんとかいっぱいあるんですよ。これからね別の動画で紹介させていただくんですけども、ヒストリアさんっていうね隠れ家レストラン的なところがあったり、ここもむちゃくちゃ雰囲気いいんですよ。他にもね、美味しい美味しいあのピザ屋さんとかね、美味しい美味しいあのラーメン屋さんとかね、そういったところ結構あります。もちろんねクロワークスベースもありますし、
そういったところをね、皆様にどん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 紹介していくような動画をシリーズ化させていただきたいと思っておりますので、そのあたりもね、楽しみにしていただければと思います。クロワークスベースがですね、タコ町に腰を下ろさせていただいて間もなく1年、これがね、経過してきた時にやっと実現してきたタコ町の魅力をお伝えする動画制作なんていうところもありますんでね、いや、せっかくね、皆さんがベースに遊びに来ていただくんであれば、クロワークスベース以外のね、タコ町にある面白いお店、面白い観光地、綺麗な景色なんていうところをね、堪能して帰っていただけるように、タコ町の魅力をお届けする動画、どん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 ね、皆様にお伝えしていきたいと思いますので、今後ともこちらの動画楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回はですね、タコ町役場の協力のもと、タコ町の魅力についてお話をさせていただくということで動画を撮影させていただきましたが、いかがだったでしょう。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、ということでこれね、特別にということで、木内課長のご厚意でですね、タコ町役場の屋上に連れてきていただきました。むちゃくちゃ綺麗よこれ。いや本当に木内課長ありがとうございます。